はい、皆さんこんにちは、こんばんは。初めましての人は初めまして、白子グーです。今回 2,3,4,5,6,7 周年キャラを使ってね、ベジータで挑んでいこうかなと思います。とりあえずこいつ、2突ですね。ただね、今回こいつバフ入ってないんでかなりきつい。まあでもね、キラベジよりはこっちの方がいいかなと。こいつ回避性能がついてるから、超高回避で 70% ついてるから、まあ避けつつっていう感じですね。もうとりあえず回避してくれたらいい。最悪復活で、こちらベジータですね、5周年キャラ。こいつはね、まあ、アタックディフェンス 70% アップというふうな感じで、まあ、変身した場合ですね、変身した場合が、1番目2番目配置で、攻撃すればそれほどバフがかかってくるっていうふうな感じですね。はい、で次、4周年キャラですね、ベジポーですね。もうこれはもう説明はいらんねでこちら3周年の悟空&ベジータですね。まあまあこれもそんなに特徴ある感じではないんですけど、リンクレベルはマックスですね。うん、まあバフ自体は 120% バフなんですけど、合体したらまあとりあえず、全回復、 HP 全回復狙えるっていうのがあるし、まあ結構強いかなと。でこちら、極限 Z 覚醒した、2周年かな多分。まあまあまあ、悟空よりは、まあこっちのベジ4の方がいいかなと思って、とりあえず連れていくことにしました。じゃあね、やっていきましょう。並び次第。並び悪い。お、オートになってた。危な。どういなしていくかだね、本当に。まあかなりきつい戦いにはなるだろうと。個人的にはね、結構睨んでるんですけど、まあちょっとリンクつながらんんですよ。これでいいや。これで超必殺技打てるから、超大幅上昇 100% 上昇を狙えるから、まあそれがでかいかな。並び倒せるかだよね。5周年、7周年、3周年、7周年でいこうか。2周年ね、多分ね、即ベジータ力悟空で合ってると思うんですけど、まあちょっとね、違ったらすみません。僕多分ね、2周年ちょっとで始めたんですよ。本当のちょっとで。確かね。そっから確かどっか始めたと思うんだよ。即ベジータがピックアップで出てたから、多分それぐらいだったと思うんだけどな。まあ、HP はね、まあ65万とまあ高めですけど。どうしようかな。まあ上げるかでも。問題は、ドッカンゲージがたまらんことがあるし、即悟空邪魔やな強えんだけどな、強えんだよ、こいつ強えんだよ、普通に強えんだけど、今は邪魔やな。はい、OK。次、ちょっとターンかけたいな、でも。さて、どうするかな、これ、即。即残しでいったとってあんまりいいことではないな。まあこれでいこうか。ベジット地の方はね、極寒のベジット早くベジットにさせたいっていうのもある。正直クイックイクイックイ。リンク見てないね。リンクはね、何だろう、何がつながってるかな。衝撃戦はつながってるとして、他ちょっと怪しい部分あるね。18万めっちゃ食らった。で、まあ、よし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 。あ、 GT でつながるのでかいな。これだと驚異的なスピードか。うん、まあ驚異的なスピードでも全然いいんだけどね。必殺技打ちやすくなるしね。ただ GT の方がうまみがあるんですよね。うん、うましなんだよね。まあどっちでつながるか。あー、打てんのだったらこっちでいいか。これだったら打てるね。さあ、追撃確定ですね。龍拳爆発、いいね。まあ、なるべく、
無限上昇系は上昇させていきたい気分ではある。であとはこの悟空の処置をどうするかだね。マジで54万、54万だった5万だった、ちょっと見えんかったな。54万だね。どうしようかな。最後俺極ベジ打ちたい気分でもあるし、そうだね、俺打つか。かっこいいけどな、5周年普通に。ただリンクが悪いな。そうだね、気力リンクないね。カメハメハとか超激戦、まあ、必殺技打った後にアタックが上がるリンクとかそういったものは揃ってるんですけど、わーお、まあ、最悪地のベジットになれるからそこで回復狙いつつだね。で牛魔王を持ってきたのは、まあ、一番ダメージカット率が高いアイテムなんで牛魔王をお持ちしましたと。うわ邪魔やなちょっと6周年お前がちょっと邪魔やで。あどうしようこれ、突進性を受けへんのやったらこれでいいや。ちょっとターンかけるか。あ俺アイテムあれ違うわ、俺牛魔王持ってきてないわ。あれだ、クッキーか。そい。ああ全然いいっす、全然いい。おお怖え、このヒヤヒヤ感たまんねえな。そうだね、クッキーだね、間違えた、ごめんなさいね。どうしようかな、こっちでも正直いいんだけど、まあ、こっちで行くか。木玉配列が悪すぎて何とも言えん結果ですけど、とりあえずこれでいって次、そうだね、力あたり取りたい部分はありますね。ナイス追撃、打つと思ってなかった。あフレンドこっちか、まあいっか。ベジットは上げられへん。ねまあこのままこれでいってもいいんだけど、取りすぎ注意やな。まあいっか。即の木玉取りたいんだけど取れないんで、とりあえずこれで。で次待機玉取って回復からのっていう風にしましょうか。ベジット上げれてないな、ちょっとピンチやね。それがちょっと悩ましい部分ではあるけど、まあ、こいつがね火力高いのなんの火力も高いし全てのポテンシャルが高いから、まあ最悪 HP 半分以下になってもポッと回復できるから、いやー早く3周年の極限がねすごい楽しみではありますけど、で次ってことは4周年が来るっていうことでしょ。素晴らしい、素晴らしい展開だね。早く4周年来いやマジで来てくれ。俺はずっと4周年に悩まされてきた、それも今回で終わりにしたいね。運にかけよう。これでいきます。いやーどうだろうな、最後攻撃回数多いけどここで必殺打ってくれたらありがたいね。ありがたや。
まだ全然いい。もう最後全部回避してもらわんと困るけどな。でも最終ステージが回避無効だから、そこに対してケアがお化けという風な感じで、あとはダブルクッキーで効果力を取りつつっていう感じが一番ベストなのはベストで、この2人がちょっと気力リンク弱いから、まあ、そこがちょっと超必殺技打ちにくさがあるんで、そこはかなり注意かなと思う。はいはい、いい火力してる、避けられる。さあようやく上げられます。ただどうするかな、ケツが怖えよケツの冷やひやもんがたまったもんでね。まあ打ったとこで、まあ打ったとこで、まあ1、2、3、4、オッケーオッケーオッケー、うっ、うっ、怖えぜ。ヒヤヒヤするね、たまらんねこのヒヤヒヤ感。俺をここまでワクワクさせてくれるとは思ってなかったな。全属性効果抜群はないですけど、追撃は確定で、まあいいでしょう。オッケー、倒したね、これは倒しました。で、次があれだから、この2ターン以内で倒せれれば、身勝手はとりあえずなんとかなる、なんとかなると思う。そい、はい、オッケー。じゃあ次行きましょう。さあ倒すぜ。いや、合体戦士なんぼ今、23万の59万、なるか。合体戦士だったら気力プラスになるからいけるよね。さあぶっ倒すぜ。え、合体戦士がなかっただと、これはちょっと予想外だったらこれでいくしかね。あ、ちょっとピンチだね。まあでもベジットにするいい機会になるんじゃない。いや、よくないかも、超よくないかも、それよくない、よくないよ。生き残ってる、ギリ生き残ってる。あぶねえ。いや、合体戦士これないんだね、リンク。今知ったわ。いや、やばいな、 HP がかなりピンチでございますけども、先頭にゴジータ置けばよかったな。まあまあいっか、まあ今更悔やんでも、まあ GT でリンクつながってるから守れるのは守れると思うんですよ。ここはどう？ OKOKOK、 よし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 、あれだね。でも絵の方も変えてほしいよね、せっかくだからね。うわー、これピンチだな、ピンチですな。待機ダムが降りてくる、いやピンチだね。29万、撃っちゃおう。
悟空でもベジータでもない、俺は貴様を倒すものだ。さあぶっ倒しましょう。いやここで打つのはまだ早いな。これかな。でもそうだね、これ取って、いやー今更この悟空打ったとてそんなにダメージを与えれるわけじゃないけど、とりあえずまあここまでは回避効くからなんとかなってくれる。とりあえず全部攻撃当てないとちょっとピンチだねこれは。さあビッグバンカメハメハ、素晴らしい。オッケーオッケーオッケー、それめちゃくちゃナイス、めちゃくちゃナイス。パン、あーめっちゃいい結果になってんじゃん。天は我にあり。あーオッケー、次行きましょう。さあこっから出す、こっから出すちゃうわ、こっからです。あーこれケツピンチだぜ、ケツピンチだぜ。でもよ関係ねえよ。ダブルクッキーからの、これ取ればいけるかな。これはあんま気玉取りたくないからこれでいきます。真ん中で打ってくることないと思うんだけど、どうだろう。どっちかっていうと先頭で打ってきそうな気がする。真ん中で打たれたら俺多分死ぬで。ドーン、あいいね。さあ行きましょう、地球に向けてドーン、素晴らしい火力。さあどこで撃ってくる。とりあえず戦闘で撃ってくることはないと分かったので、今後どこで撃ってくるからが怖い。頼むよ撃ってくんなよ真ん中。オッケー、あーヒヤヒヤするぜ。こいつだったらまあまあ守れる。回避はねここのステージ無効だからないけど、まあある程度守れるんちゃうかな。より属性でなおかつ同じ超属性だから最低倍率の攻撃が飛んでくると思ったらいいと思うんで。オッケー、さあ消し飛ばしましょう。吹き飛べ、さあかっこよくいきましょう。宇宙に向けてドーン、はい、てな感じでいかがだったでしょうか。執念キャラで挑んでみました。まあこんな感じで、まあ極ベジに救われてる。まあ、今回で強かったのが対地技ですね。まあベジータは置いといて、まあ即ベジータは守れるけど力ベジータがねちょっと怖いっていうのがある。そして身勝手、まあこれはしゃあない、これはもうしゃあない、仕方がない。いてもらうのは成り立たんゲームやったから、ここでいくら足引っ張ろうが回避してくれたらそれでいいし、最終ステージはもうなんとか避ける、そんな感じ。避けるというかなんとかお化けとか使って見張って、あもう来たな思ったらもうそこでアイテム使うっていう流れですね。それまでにどれだけ回避できるか、そのステージまでにどれだけ回避できるかっていうのがポイントかなと思いました。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。